さあ、有吉弘行のサンデーナイトドリーム、有吉弘行でございます。3月13日ということでね、ホワイトデー前日ということでございますけれども。大相撲始まりまして、今日荒れましたね、またね、随分。鶴竜さん負けましてね、白鵬さんも負けまして、なかなかね、大変なちょっと荒れる春場所になってきましたので、ね、この15日間ちょっと楽しみだな、ということもありつつね、ちょっとやっぱり、なんていうの、こんな、なんていうのかな、あんまり、やっぱ俺さっぱりした人間でいたいから、あと引きずりたくないというか、ネチ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 したくないっていうのもあるし、俺結構ね、その、後輩からはね、まあ、飯誘ったりしてね、断るじゃない。断っても俺さっぱりしてる。ので有名なのよ、はいはいはい。今日なんかライブなんですよ。ああ、そうそう、ごめんね。今日ちょっと嫁ととか。はあ、はあ、はーい。っていうので有名なんですよ。はい、いやいや、お前先輩が誘ってんだぞ、みたいなこと一切言ったことない、ね、うん。これやっぱり上島さんがそういう人だったから。はいはいはい、上島さんは、まあ、電話無視しようがね。無視しちゃいけないんですけど、ね。今日ちょっと、テレビみたいに行きません。ああ、そうか。うん。わかった。っていう人だったから。そうですね。いや、そうやって自由にやらせてもらって、うん、やっぱそういうのが嫌だったんですよ、僕もね。その先輩が無理やり誘ってきたりとか。そういうのがすごく嫌だから、僕は後輩にそうしてるんですよ。はい、だから好きに断ってくれと。うん、で、無視して構わないし、別に、はいはいはい。やってるんですけど、ちょっと先週ね。はい、いや、先週のこと言うのも俺なんかねちっこいなと思うんだけど、いや、作家の福田がさ、ちょっとね、ほら、なんていうの、新年会に来れなかったじゃない、頭が痛いかなんか、ケビオかなんかで。この番組のやつもね、新年会。って言うから、はいはい、いや、飯食ってないしね。うん、ちょっと、誘ったのよ、ちょっと。福田、この後、あれ暇なのつって。暇だったら行くつって言ったら、なんていうのかな、やっぱり、現代っ子っていうか、俺にはちょっと信じられない、答えが返ってきたな、うん。ちょっとじゃあ、この後、暇だったら飲み行くかすら、え、何時までですか知られない、俺。いや、狂ってるよ。飲み行くで。信じられたくらいですか、こんな後輩。初めてですね。初めて。ちょ、福田行く、はい、え、何時までですかえ、明日早いの、ああ、はい。いや、何時までですかなんて、聞かないでしょ聞いたことない。ケツってことでしょ、ケツ聞いたことないです、ね。飲み会で何時までってさ、終電までとかね、それはいろいろあるけどさ。はい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 。そんな断り方あると思ってさ。いや、断ってはないんだよ、正確にはね。はいはいはい。何時までですかめちゃくちゃ、こいつ、二度と誘う前と。めちゃめちゃ腹立つ。Release so much stress. Now a variety program. スーパースターのスケジュール、分刻みのスケジュールいただいてるわけじゃないんだから俺は。はいはいはい。俺はもう。なんか、一番組のプロデューサーがめちゃめちゃ剛腕のマネージャーに聞いてるみたいだ。なんか、あのタレントさん、ちょっと出てもらえませんかね、何時間ですか、めちゃめちゃ俺もショックでさ、あ、はい、もういいです。めちゃめちゃ俺の心閉ざしちゃった。めちゃくちゃ今、バシーって閉店ガラガラで。ガラガラで。もう俺の心はもうプリズンブレイクですから、なかなか脱走できません。できませんか。っていうことでね。なんか事情があったかもしれませんけどね。事情があった。俺はだからそういうさっぱりした人間ですから、はいはい、できれば、あ、足早いんですよって言ってくれれば、はい、もうそれで、ああ、そうか悪いね。そっちの方がね。うん、行きましょうなら行きましょうね。はいはいはい、行って、はい、今日僕ちょっとあれなんですよ、足早いんでちょっと。途中で抜けちゃうかもしれませんけどっていう。いや、最初に、契約結ぶみたいな、アメリカ社会かよみたいな。え、何時までですか？いやいや、俺別にめちゃめちゃ契約社会じゃんと思ってさ。
いや怖いよ服だって、やっぱりやっぱアルコ&ピース一派だからさ。あそうか、やっぱそういうなんかなんていうのか難しいところあるよね。可愛げのないところっていうか、なかなかびっくりしましたけどね。いやこの Google が開発した囲碁のねプログラミングのやつとね、はいはいはい、囲碁界のトップ棋士の人、はあ、9段ですよ、9段の人とね、はあ、対決してコンピューターが3連勝したんですよ、はあ、はいはいね、はあ、もうこれ囲碁は難しいって言われてたんですよ、コンピューターが勝つのは、うんうん、それなのにこうやってコンピューターが勝つんですよ、うん、いやもうわからないですよ、やっぱり福田みたいなコンピューター人間とか本当この囲碁のコンピューターのやつだと俺はちょっともう人情味がなくなったこの世の中だなと思うので、ちょっと俺やっぱもう今ちょっと コンピューター嫌いかもしれない、嫌いになっちゃってる、っ苦手意識そう、ね、安田さん俺誘う時、うん、もし何かで俺誘う時あったら気をつけてくれ、うん、俺その断り方してやるから言うかお前に言われたらもうなんかしょうがねえかと思うわ忙しそうだから、ピンクレディーだからね白木のサンデーナイトドリーマー、今夜も最後までお付き合いください。さあというわけで今ちょっとサッカーの福田が飛び込んできまして、はい、はい、入ってきましたね、弁解があると、おうおうおう、あの何時までですか、終わりを聞いたんじゃなくて、あの何時まで、やすぐ会議があったんですって、はいはいはい、この番組の後、はい、いや何時までやってますか、うん、まあ、だから遅れても行きたいので、はい、例えば5時まで、朝5時までやってんだったら2時でも間に合うしっていうことだったんですって、はいはいはい、だいぶニュアンスが、ね、ニュアンス違いますね、違いますね、だけどもうさっきも言いましたけど、はい、私の心も閉ざしてしまいました開かないの、開かないの、もう開かないですよ、だってニュアンス違うって分かったじゃん、もうそういう強情なところは私ありますから5人逮捕もう上等ですから、あそうですかもう福田はもう冤罪って分かってますけど、うん、もう刑務所行きです、あそうですか私の心の刑務所行きになります、残念です、残念です、頭を抱えるんじゃない、ということで、ね、今日の、はい、メール募集ですね、生放送のメールですけれども、はい、明日がホワイトデーということでね、テーマこちら、お返ししたいこと、いろんなお返しあると思います、ありがとうの意味を込めた感謝のお返し、やられたらやり返す倍返し的なお返しですね、普通に借りていたものを返却するお返し、ポジティブネガティブどちらでも構いません、あなたがお返ししたいことを送ってください、はい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。 www.jfn.jp/dreamer www.jfn.jp/dreamer です、携帯電話からもくれます。有吉の金銭に触れたメールにはパンという名のポイントをプレゼントしております。番組ステッカーがもらえますと、カープゾンビ2種類ございますのでね、あとあの特に面白かったやつエンジェルというのも差し上げておりますけども、これなかなか出ないですけどもね、エンジェル5枚貯まりますといろいろまた私の色紙なんかをプレゼントしておりますし、はい、送ってください。はい、あのあれね、あれど、あ例えばさ、はい、まあ、飯食いに行く一人でね、自分で、はい、飯今日じゃあ回転寿司でも行こうかなって思うじゃない、はいはい、昼ぐらいに、はいはいはい、回転寿司行こう食べようと思って行ったら、うん、その回転寿司もう終わってたりとか、うん、営業時間終わってますとか、うん、いっぱいで入りませんとか、うん、なったらそこからどうします、何食べます、考えちゃいますね、もうだって寿司の口になっちゃってますもんね、そうでしょ、うん、いやだからなんか普通、まあ、後輩とかと、まあ、飯食いに行く時でも、はい、いやお寿司屋さんじゃ今日ちょっといっぱいでしたとか、うん、閉まってましたってなると、うんうん、普通さちょっとまあじゃあお刺身でも食べれるような居酒屋でも行こうかとか、うん、まあなりがちじゃない、うん、そうじゃないよね、なんかそうじゃないときあるじゃない、はいはいはい、お寿司なんで刺身じゃないんだよな、刺身とご飯が合わさったもの食いてんだよな、あ、ね、うん、あちょっとやっぱお酢なんだよなっていうときない、あ、まあ、完全にもうお寿司になっちゃってるときだから
なんかできる後輩とかね、うん、まただとさちょっとお刺身来ますかとか気の利いたこと言ってくるけどさ、うん、気の利いたこと言ってるようだけどあんまり気が利いてないなと思う。いやそれ、いや自分一人の時もそれ、はい、そう考えるんだけど、はいはいはい、あでもそうじゃないんだよなと思うからさ、いや逆に中華に振ってみる方が体が欲したりするじゃない。それはなぜかそれは酢豚のお酢だったりするのかもしれないけど、あなるほど、よくわかんないけど、はあはあはあ、そういうことあるでしょ。でもね、この前俺 TBS で仕事してたんで、どうしても牛タン食いたくなったのに、その焼肉の牛タンじゃなくて、あのいわゆる仙台の牛タン定食よ。はいはいはい、はい、牛タンがあって、もう麦とろろ、麦ご飯があってとろろがあって、あのなんかテールスープみたいな、澄んだテールスープみたいな、白髪ネギみたいな入ったやつがどうしても食いたくて、赤坂の TBS の前にね、うん、あったの。ありますよね、美味しいとこはね。あります、あります。もうそれ食べようと思う、うんうん、仕事ちょ1時間ぐらい前にもう行って、うん、食べてから仕事行こうと思って、うん、もう一応食べログでも調べてね、うん、営業時間とか調べて、はい、よし行こうと思って行った、うん、さあね、焼肉屋に変わってんの。店がそう、いやもうびっくりしてさ、俺方向音痴だから自分のことそんなに信用できないから、ま、路地一歩間違えてると思って、まあ、あの辺ちょっと細かいとこありますからね、何回も何本も路地行ってみたのよ、はいはいはい、いや違う、これはだってあの戦隊マッサージの店じゃねえかよとか、はいはいはい、俺がよく行く戦隊マッサージの通りだからここにはないよなとかさ。それはそこは目安になってか、そこはよく通ってるけどこれは牛タンじゃなくて戦隊の方だからとか。いや牛タンはやっぱあそこだよなとか、もう一回行って見たらやっぱり焼肉屋さんに変わってんのよ。でビルの名前も調べたんだけど、やっぱり焼肉屋さんに変わってんの。はいはい、でも焼肉屋さんじゃないんだよ、だからもう、まあね、そうだね、そうなるとね、はい、もうだからさ代わりのも探したんですよ、はいはい、必死に、はい、やっぱ牛タン定食の代わりになるもんってないんですよ。あそうか、俺の中でそうかな。だからめちゃめちゃ赤坂から赤坂見附まで、うん、俺も汗だくで歩いて赤坂見附にある方のちょっと俺が、まあ、俺が望んでる店じゃないんだけど、うん、それでも牛タン食いたいから うん、そこの店行って、うん、牛タン食って、うん、もう遅刻ギリギリで汗びっちょびちょで帰ってきたんだけど。いやどうしますね、だって安田さんだったら牛タン定食食いたいのよ。安田さん何でもいいから、いや悪食だからな。いや俺は割とありますよ。俺はだって俺孤独のグルメ初めの方にから見てたからね。ああ結構飯本当にあの感じで独り言ブツブツ言いながら。お前だってもう夜中の3時だってもうクソみたいな、もうあのチャーハン食うじゃん。めちゃめちゃ塩味濃いチャーハンとかいっぱい食うじゃん。いや夜中は濃い味の方がうまいだろ、だって最近めちゃくちゃ飲んでんだから。それはお前も好きだろ、だってそこ連れてって喜んでるじゃないか、いつも。あれはあの店は運命の店だから。俺がもともと東京に引っ越してきて、はい、最初に住んだ町にその店があったんだよ、うん、中華屋でしょ、近くに。はいはいはい。で、うん、その店があの大人気で移転したんだよ。移転しましたよね。いやーなくなっちまったなと思ったら、うん、安田んちの近くにあったんだ。安田さんね、うん、あったんだよね、偶然ね。それぐらい好き。ちょっと運命の、いいねそんな話は、うん、牛タン定食ダメだったらどうすんの。牛タンだとでもちょっとどうしようかなって思っちゃいます。牛タンは食いたいって正直あんまりそんな思ったことないです。ねえのお前バカかよ。いやバカではないよ。マジでバカではないですよ。そんなに思ったこと。牛脂ばっか食ってんの。牛脂は食わねえよ。牛脂ただの牛脂はただだからね。牛脂はただだけど、牛脂食わねえんだよ。牛脂のスープばっかり飲んでんじゃねえか。飲まねえよ、油だらけじゃねえかよ。油まみれだろ。牛脂に塩いっぱい入れて飲んでんじゃねえだろ。嬉しそうな顔していじってんじゃねえよ。牛脂ミルクな、子供は。違いますよ。いや中華とか牛脂粉乳まだ言ってんだろ、牛脂って。男子粉乳どころか牛脂粉乳。中華とかそういうジャンルで揚げ物とか。じゃあどうすんの。じゃあもうあれよ。だけどさ、これはわかるでしょ、うん、ラーメンすげえ食いたいなっつって、うん、ラーメン屋がつあの閉まってましたっつってなったら、はい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 、じゃあうどんにするかっていうのはピンとこないでしょ。全然ないです。これはもう全然違うでしょ。全然ないですね。同じ麺類だからいいでしょってことはないです。いいでしょってことはならないです。ならないです。ならないです。っていう意味ではさ、どうするんじゃない。カレー食いたいねーっつってカツカレー食いたいのよ。カツカレー食いたい
んだけどさ、はい、店が閉まっててさ、うん、もう移転してんの店、うん、さあどうすんの、何食うの、すぐ選べ、ほら、はいはい、オーディションかい。ホリプロタレントスカウトキャラバン。いいように言うんじゃねえよバカ、ブス言ってねえよ、ブスじじい言ってねえよ、ブスのじじいが、ただの悪口じゃねえかそれ。ブスのじじいって。何だろう。いやいやでレストラン行きたくないんだよな、うん、ファミレスとか。それダメだよ、入店禁止だお前みたいなもんレストラン。いやでもしょうがないんだよ、最近子供を連れてたからね。築地の場外しか無理だよお前。行ったことねえだよ。そんなことねえだろ。でやっぱりファミレス行っちゃうんすよ、どうしてもしょうがないです、はい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 、諦めて、うんうん、一人で食ってる時は、うん、やっぱりちょっと嫌でしたよ、ファミレスで妥協するとかそういうのは、うん、やっぱりちゃんとあのこう調べていくから俺も、食べログで点数、嘘つけよお前。いや本当です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 。タウンページだろ。タウンページじゃねえよ。そんな風にね乗ってんのかあれ。あれあれ乗ってんのか、飲食の店飲食乗ってるあれ。まあ乗ってるか。点数見ながらあれですですからね。そうか、だからそうそう、いや俺牛タン定食がダメだった時にもう絶望で、いやそう、俺もう仕事遅刻してもいいから、いやそこたまたま近く一駅向こう側にあったけど、うん、あれなくても俺二駅でも三駅でもタクシー飛ばしてでも行ってたと思うのよ、それを牛タン食いに食いたいから。いやだから俺牛タン定食の代わりになるものがなかったから俺自分の中でちょっと驚いてんのよ、こんな好きだったの。いやでもないでしょうね、でも本当にね、あのやっぱりちょっと感じないんだよ、組み合わせね。なんだったらあのキャベツだって独特っちゃ独特だもんね。そうなのよ、いろいろあるし、なんかちょっと味噌のさ、はいはいはい、辛いやつあったりする、はいはいはい、青唐辛子みたいな入ったやつ、あれもうまいんだね。安田さん一番好きな多分何、一番好きな食べ物、食べ物よ。なんて答えんだよ、残飯じゃなくて。いや違う、あれの残飯、どこどこの店の残飯はダメよ。言うわけねえ、ご飯食事の言うわけ、食事名でお願いしますね。言うわけね、チャラララララ。じゃあ、うーん、餃子。餃子なの。いやー、わかんねえんだけど、餃子だったらあるでしょ、昔がミンチ食ってるやん、なんかの昔はとんかつとかだったんですけどね、ちょっとダメ、もうちょっとそうっす、うわ最低、もうそんな人と俺口聞きたくねえ、とんかつ食えないようなジジイ、いや食えないことはないけど、とんかつ食えないようなジジイと俺ラジオやってる。いや違う、マジかよ、食えないとは言ってないだろ。好んでそんなにいかないってことだから。環境は変わってんだ俺だって。何環境変わったって。いやなんか子供連れてたからなかなか行けないんだっつってたよ、だからそのとんかつ屋さんとかだとやっぱりレストランに行かないとダメだから。だからそのレストランのとんかつだとそんなに食べたいって思わないでしょ。そういうこと、そういうこと。一人だよ、一人だったらどうよ。いや一人だったら揚げ物行きたいっすよね、やっぱりね。揚げ物行きたいの。ほんとかい、何ぶりかっこつけんなって。いやミックスフライっす、ミックスフライ。おかゆだろ、ミックスフライっす、ミックスフライ、ミックスフライにおかゆだろ。おかゆで合わねえよ、油をおかゆで流し込むんだぞ。合わねえ、歯があんのかないのかわかんねえじゃねえか、それじゃあもう。よく、そうか、食うるさいの、結構そんなことないね。いやだからね、一時で本当に食べログでその 3.5 以上って話を聞いて、うん、3.5 以上の店を奥さんでよく回ったんですよ。それで行ってどうだったって、お互いに点数を言い合うみたいな。クソ渡部よりクソのあれだね、クソ渡部、クソクソだね、クソクソ渡部、偽クソ渡部だね。じゃあ安田さんは偽クソ渡部。クソも渡部もやだわ。偽はいいけど、偽はいいけど、偽渡部じゃダメ、偽渡部って呼んダメよ、それは渡部って呼ばないんだよ、俺はクソ渡部って呼んでる。あそう、だからクソ渡部の偽物だから偽クソ渡部、ね、偽クソわさ、偽クソ渡部こと安田だね。いやもうやだやだやだ、それやだやだ、偽だけはいいけど、外渡部はやだ。偽呪文とかまだマシだわ。偽呪文、いや偽クソ呪文。ダメだよ、怒られるぞお前。Stay night dreamer live on air。 Sunday night dreamer。 さあ今夜のメールテーマは、明日がホワイトデーということでお返しをしたいこと、うん、ラジオネーム松尾。高校3年生の時にコンビニの前で自転車をなぎ倒してしまい、ハンドルが曲がったとイチャモンつけ、俺に友達の前で土下座させやがった中学1年生ぐらいのヤンキーに、いつか仕返ししてやりたいです。
あれから6年あの子もいい大人なんだろうな、うん、かわいそうにな高3で中1にやられるのはなかなか嫌だろうけどね。ラジオネーム佐藤少将 FM 北海道。僕は DS を返したいです。友達から借りてきり5年ぐらい借りっぱなし、返してくれないということで僕のことが嫌いなそうですが、今更返せないという気持ちから返せてません。有吉さんどうすればいいでしょうか。知りませんけどね。返しちゃいいじゃない。何なんだよどうしましょうかって。いや相談だよ相談相談だよパーソナリティに対する相談よ。相談するなよそんなこと。返すよバカ。それが答えだからね。ラジオネーム食べるサラダ。友達の渡辺くんに18歳の頃に借りた青い空や、ほのかや浅見ゆまが出てくる下北グローリーデイズというテレ東のドラマの DVD をもう10年近く借りっぱなししてるんですが、未だにそれでしこりますし、ゆまちんのことを思って DVD のカバーに間違って写生したこともあるので返そうか悩んでます。ちゃんと買い直して返した方がいいですかね。いやそれもうお前の宝物になってんだろ。いやもうそれはもう返さなくていいよ。それはお前なりのお前なりのその今のね今の下北グローリーデイズを返してやればいいじゃないか。友達にプレゼントしかし直してやればいいじゃない。もうそれは彼にとってはもう別にね、なんかなくしたものの一枚だろうけど、食べるサラダさんにとってはもう思い出の一枚宝物なわけだから、それはもう返すわけにいかないしね。法律的に言うとどうなのか分かんないけどね、もう時効なのかもしれないし。これは下北グローリーデイズ上北沢、なんだろう下北沢フェラチオナイトとかなんかねあるんじゃないのそれ。なんかね、まあ、おすすめのやつを逆にあげればかもしれない、うん、なと思いますけどね。かっこいいね。さっきの話続きだけどさ、はあ、コーヒー買ってきてよっつって、じゃあどっかの店で、はあ、あの店 あそこあるからちょっと買ってきてくれよっつってさ、はい、言ってあそこ休みでしたから この店のコーヒーですっていうのは許せるじゃない。ああ全然大丈夫、全然許せるじゃない別に。はい、それたまたまその店を近くにあるかなと思って指示しただけじゃない、はいはいはい、そういうのって、はい、だからさ例えばハンバーガーショップさ、あそこのハンバーガー買ってきてって言ってさ、あちょっとあそこのハンバーガーショップちょっと休みだったんでこっちのバーガーにしましたっていうのはちょっと違うよね、はい、違いますねそれね、全然違うよね。それ難しいところだなと思ってさ、お使い俺もやっぱほら巨人賞でしやってたからさ、はいはい、手ぶらじゃ帰れないわけよやっぱり。 あれ買ってこいっつって分かりましたって言って休みでした何も休みでしたで帰ってきたら、いやなんかお前買ってこいよってなるの。ああそうなんだ。じゃあそういうもんじゃない。でもまあまあそっか、だって相手はだってお腹ペコペコで頼んでるわけだから、うんうんうん、だからああいう時だから難しいなって。だから俺あんまり人にそういうもの頼まないけど、頼んだ時ちょっとそう難しいなと思って。安田さんだったらどうするんじゃ例えば。いやでもハンバーガー難しいですよね。だってマック買ってこいって言って行ったらバーガーキングに変わってて、そうあんなバカでかいやつ買ってたらめちゃくちゃ怒られるでしょ。だってもし、ね、おサイズがワッパーじゃねえかっておいワッパーじゃねえかって言われて、おワッパーなの、おワッパーかよ、ワッパーなら嬉しいわ、ワッパー嬉しい、ワッパー食べたかった、ワッパー買ったの、ワッパーなら大歓迎、たまたま当たってよかったわ。いい師匠でよかった、ね、よかった、ね、いい師匠についたわ。よかった。さあこの時間からお聞きの皆さん改めましてこんばんは、有吉弘行サンデーナイトドリーマー、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りしております。アシスタントはデンジラス安田です。はい、ちょっとリアクションメール、あ、はい、ラジオの弟子の正彦、おいジジイてめえどうせタウンページで美味しい卵ボールの店探してんだろ。よく覚えてんな、卵ボールを俺がバレンタインデーに嫁からもらったっていう話をよく覚えてやがるなお前は。あれが一番柔らかい食べ物だけどな、世の中でな、世の中で一番柔らかい食べ物って卵ボールだもんな。おいなジジイな、おい一個も噛まねえかお前。巻き舌の時おいしい。立つわ。ラジオネーム走りグマ福島 FM、 はい、ニセクソジモンこと安田さん質問です。やめろ怒られるから。200円でお腹いっぱい食べられて、うん、食べログ 3.5 以上の店教えてください。200円200円
200円ないかな、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 はい、ニュース、はい、行きましょう。続いてはこのですね、1週間のニュースを、有吉さんに、スッキリさせてもらいましょう。ではニュースに行きましょう。オール阪神・巨人芸術選手を文化大臣賞受賞。文化大臣じゃないのって言わない、文化大臣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 って何じゃ、文化大臣って言う時ない、なんか文部科学大臣、文部科学大臣、文科大臣って言うよね、文科大臣ですね、文化大臣って言う、文科大臣、どっちどっち、これはっきりさせよ、文科大臣、文化大臣が正しい、文科大臣が正しい、すいません、俺、文科大臣だと思います。あ、そう、あ、読みますよ、ごめんごめん、じゃあちょっと謝って、すいませんでした。なんで間違ったか言いますね、漫才コンビオール阪神・巨人さんが芸術各分野において優れた業績を挙げた人物に贈られる芸術選奨文部科学大臣賞を受賞しました。はいはいはい、ですから文科大臣賞です。よしよしよし、はい、鬼の首取ったんじゃないよ。鬼の首ほどすごくねえわ。トンボの羽ぐらいだわ。ハエの羽かな、やめろ。評価の対象となったのはオール阪神・巨人さんが昨年2015年に開催したライブ、文化庁は、客からですねリクエストに応える即興漫才は瞬時にボケとツッコミを転換する巧みな話芸で爆笑の渦を引き起こし、まさに漫才の始芸というべきものであったと評しています。ありがとうございます。僕この人のもともとね弟子でしたから、ね、はいはい、ちょっと自分まで誇らしいような気分ですけどもね、まあ、波紋になってんですけど、ね、どのくらいでしたっけ、8ヶ月か、8ヶ月だけど、まあ、波紋までには10年ぐらいかかってますけどね。あ、そっかそっかそっか。まあおめでたいことですね、阪神から。おめでたいですよね、本当ね、素晴らしいですよね、いや、やっぱりなんか、いや、それでもやっぱりなんかそういうもんよ、やっぱりちょっと師匠だなっていう、やっぱ頭下げて弟子にしてくださいって入ってさ、はいはいはい、ちょ最後はまあね、ちょっとまあ破門という形にはなってますけどね、それでもやっぱ自分の気持ちの中では、まあ、この人たちが師匠だなっていう気持ちありますよ、うん、それはお世話になっているダチョウさんとかね、それ内村さんとか、さんまさんとか、うん、まあ、安田にしてもそうだけどね、お前らがどんなにお世話してくお前らがどんなに俺にお世話しようともやっぱり上島さんにいろんなことを教わったりね、内村さんにいろんなことを教えてもらったりしたとしても、やっぱ師匠とは思わないね。はいはいはい、まあまあそうですよね、やっぱ先輩、はいはいはい、なんですよね、やっぱどうやったってね、はいはい、僕は師匠だなと思うのはやっぱりこのオール阪神・巨人師匠ですね。聞いていてくれよ、聞いていてくれ、嬉しいこと言ってくれ、嬉しいこと言ってくれ、嬉しいこと言ってくれ。Stay Night Dreamer Live on air。 Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage www.jfn.je/dreamer。さあ引き続きニュース、はい、わかりました。続いてこのニュースです。マトリックス兄弟監督が姉妹に。映画マトリックスシリーズで知られるウォシャウスキー兄弟監督が共に性転換をして姉妹になったことが明らかになりました。兄ラリー監督は4年前に性転換手術を受けてラナに改名、弟のアンディ監督も性別適合手術を済ませ、今後はリリーと名乗るとのことです。すごいよね、なんかお兄さんの方が手術したらしてて、うん、すごい変わったなと思ったけど、うん、まさか2人ともってすごいよね。すごいですよね、すごいね、やっぱりね、なんかそっちの、まあ、女性じゃないだから、はい、いわゆる女性でさ、あのマトリックスの感じ取れるのってすごいよね、はい、なんかいかにもなんか男っぽい感じ、そうですね、戦闘もんでね、するけどすごいなと思うしね、こういうことやっぱあるんだね。いくつぐらいなんですかね、年齢はね、ちょっと分からないけど、まあ40前ぐらいじゃない、でも言ってもね、40とか、うん、なんやそのぐらいでしょうね。そんな気持ちない、あんまりないですね、はい、幸せないじゃんね、ある、
や、これはもちろんないけど、俺はほら、ただ、単純に仕事がないから、仕事がないとき、おねえになったら仕事増えるから、言ってたね。そう、一大決心しようかなと思ったときあるけどね。とんでもない。こんな生活だなと思ったけど、それはでも、またこういう、ちゃんと、そういうふうなね、本当心からそういう人とは全然違うから、あれだけどね。50歳と48歳、お前と一緒ぐらい。私と一緒ですね、48歳だとね。安田監督何もしてねえのな。いいよ。何もしてないから。兄弟に比べて何もしてねえな、安田監督。性転換手術をだからしないんですよ。なんかしたらするんじゃないですか、僕も。そう。ね、じゃあ、オシャオスキー兄弟。すごいな。最近見てないな、オシャオスキー兄弟の映画。なんか見たかな。みんなやってるからなんだあれ誰だっけ、おしゃおすきとか武さん、武さん、北野武さんみんなやってる、だいぶ上手いですけどね。コーナー行きましょう。はい、お願いします。続いて、あいつこんなこと言ってました。リターンズ。テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどで有名人が調子ぶっこいで話していたことなどをチクってもらう企画です。おしゃおすき兄弟の監督、あれ女装っていうか、あれ普通性転換してからめちゃめちゃ派手よ。派手なおばさんって感じよ。あ、そうですか。すごいな。あれ、あの気持ちを抑えてるのって相当ストレスだろうなと思ってね。まあそうですよね。日本でもね、やっぱりそういう風にする人っていうのはね。そうそう。性転換してあそこまで派手になるってのは相当ストレスだっただろうと、やっぱりいいよね。そういう意味ではね。あいつこんなこと言ってましたね。はい。ラジオ三平。アリさん、将来、目が細い子供を産みそうな七尾さんが、インスタグラムに懐かしい写真シリーズというタイトルで過去の写真をアップしてわちゃわちゃ言ってやがります。ギャルっぽいって言われるのが嫌だった。誰かに似てると言われるのが嫌だった。ありきたりな感じが嫌だった。普通なのが嫌だった。悪女街道まっしぐら、プロ悪女七尾誕生。バーカ、かっこつけてんじゃねえよ。写りのいい写真ばっかのせやがって。お前高校の卒はクソブスじゃねえか。大体プロ悪女ってなんだ。夕焼けにゃんにゃんの生放送中にな、片岡鶴太郎を殺しに来たダンプ松本さんこそがプロ悪女だろ。おめえみてえな、なツンツンしたごぼう女はただのな昭和タレントなんだバカ。ダンプさんのハサミ攻撃でなパンティ切られろ。いや、俺小学生ながらあの鶴太郎さんがダンプ松本に襲われるの恐ろしかったよ。恐ろしいよね。怖い。そうだよね。と思ったよね。あれ怖かったのダンプ松本って。本当だわ。ラジオネーム騙しやすけし。アリュさん、食って寝てばかりいる北野キーちゃんがブログでこんなこと言ってやがりました。働いてるだろ朝から。本日アルバムが発売されました。このアルバム完成まで支えてくださった皆様、本当にありがとうございます。とてもとても素敵なアルバムができました。本当に大切にじっくり作り上げました。よかったら聞いてください。キーちゃんが本当に作り上げなきゃいけないのは体だろ。どうした、ブック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 太って、ストレスか、欲求不満が募って食事に向いたのか。はっきり言ってな、悪い方に変わりすぎだぞ。今年の七夕はちゃんと痩せられますようにって願いよ。濡れた髪でホテルから出てきたらおじさんのおちんちん小踊りしちゃうからな。そういうこと言ってんだよ。ずいぶん前だあんなもんは。なんだよ。ラジオネーム三平。有吉さん、ABEX の山田邦子こと浜崎あゆみさん37歳がインスタグラムに自撮り写真をアップして、頭がボッサすぎて鏡見て笑ったというコメントを添えていたのですが、それに対して大勢のあゆファンがこんな反応してやがりました。もしかしてすっぴん、あゆの素顔が見れて嬉しい、可愛すぎ、天使すぎる、やっぱりナチュラルのあゆちゃんが一番好き。お前ら目クソ悪いな。どこがすっぴんだバカ野郎。濃いマスカラ、厚塗りファンデーション、計算ずくで垂らした前髪、ほうれい線隠すためのマフラー、顔面のシワをぶっ飛ばすための画像フィルター、どの辺がナチュラルなんだよ。もっと現実見ろ。ファンタジーに逃げるな。ありのままのおばさんを見つめろ。なんかいちいちクソつまんねえコメントすんな。おなって寝ろマカガキども。PS、 ABEX 所属のチャランポランタンさん、変なこといっぱい言ってすみませんでした。いいんだ変な気の使い方しなくてお前。これ俺が言ったと思われる。
ラジオネームグドンだグドン。有吉さん、 J-POP 界のメスハイエナメイジェイさんがカバーソングのことをそんな言い方すんじゃねえ絶対歌いたくなくなるわ。有吉さん、 J-POP 界のメスハイエナメイジェイさんがファミリーマート内で放送されているファミラジのパーソナリティを担当し、こんなことを言ってやがりました。続いては放送を聞きの皆、続いては放送を聞きの店内の皆様とちょっとしたゲームをしたいと思います。あるテーマに沿って思い浮かんだものが私と一緒になるかどうかという簡単なものです。テーマは春の訪れを感じるもの。私が考えたもののヒントはベージュです。それではいきますよ、せーの。わかった、冬の間全く洗ってなかった金玉は答えはトレンチコートみんなも着たことねえからわかんねえよつうかな、人が静かに EX 大衆立ち読みしてんのにごちゃごちゃうるせえんだよ音楽仮パク常習犯。ファミマもこんな誰も得しない店内放送を流すくらいなら般若心経でもループでかけておいた方がまだ健全だわあと成人図書のコーナーが最近縮小傾向にあるんで、そこら辺の見直しもお願いします届くわけねえだろこんな手紙がカバーソングのことそんな言い方するなよバカかよ、ラジオネームライムライト。アリエさん、日本国内最強のスーパー日本人モデル道端アンジェリカさんがブログでこんなこと言ってらっしゃいました。タイトル、スムーズスキンゴールド。美容に詳しいスタッフがくれたよ、話題の光美容器スムーズスキンゴールド。どうやらこの子かなり優秀らしい。仕事の合間に楽屋でピピッと脱毛、ちょっとした時間を有効活用できるのも魅力だな。シンプルなデザインでゴージャスな雰囲気、肌の露出が増えるこれからの季節に向けて自分磨きしよう。へえ、これで脱毛すりゃアンジェリカちゃんみたいに綺麗でツルツルな肌になるんだ。しかも丁寧に商品と商品の入ってた箱と商品を使ってる様子の写真までアップしてくれて優しいな。ブログにこの記事が広告であるというマークもついてないからきっと日頃から使ってるんだよなよし、じゃあ早速アマゾンで注文注文だってなるわけねえだろ二代目小堀純、あれだけ問題になったらまだそんなことやってんのか。お前いつも日本人の男はうんたらかんたらとか批判ばっかするくせに自分は人として最低な金の稼ぎ方してんじゃねえかよと言おうと思ったけど本当に使ってるかもしれないからやっぱり言わないでおいてあげるねただな、これ以外に今回俺はこの脱毛器具のとんでもない欠陥一つ見つけたよ。それはな、この商品に肌に生えた毛はいくら抜くことができてもてめえの心臓に生えた拷問は一本も抜くことができねえってことだよ。わかったな、てめえ一回心臓ハイジニーナにしてな、一生アラスカンでもすんだろ何言ってんだこいつ長文なんだこいつ控えにしろよお前、怒られるぞまたラジオネームね、天ぷらゼウス。人を凝視しては背後にケチをつける知恵もへったくれもないデブデブ、そうか、ごめんなさい、はい、単純すぎてピンとこなかったわ、うん、人を凝視しては背後にケチつける知恵もへったくれもないデブことスピリチュアルの知恵の野郎がラジオ番組ゲストに呼ばれてパーソナリティやスタッフのオーラを見たり、オーラが見えるようになったきっかけや今後のアドバイスといろいろと調子こいてやがりました。まず能力に目覚めたきっかけの話。私14歳の時事故に遭ってから記憶喪失になったけど、オーラが見えるようになってて、オーラで誰だか判別してたんですよ。実は事故に遭うまでは結構のヤンキーだったんですよ。事故したのもそれが原因。事故前のことしっかり覚えてんじゃねえかよ。ヤンキーだったことしっかり覚えてんじゃないか。しかも記憶喪失後オーラで判別してた、それは記憶ないと判別もできないだろう。うん、そうね、チーちゃんはもう3年やりましたからはい、はい、イチャモンつけてます僕もね。ラジオネームね、うん、どうしようかな、どれがいいかな、どうしよう、今週
かな。ラジオネーム福田任せとけ。有吉さん、おとぎの国のメスカメレオンことキャリーパムパムさんがツイッターでこんなこと言っていました。ダパンプベストアルバムめっちゃいい。おいイッサ、最近はお前ずいぶんおとなしくしてるみたいだけどな、今こそ復活の時だ。キャリーパムパムを食ってやれ。ツルピカハグマルくんでも女が食えることを証明してくれたイッサがすっかり静かになってから、手越しとかいうふさふさイケメンがアイドルたちを食い散らかしやがって、俺たち薄毛ゲスラーはな、悔しさ噛み締めてきたんだ。さあイッサ、これを機に再び芸能界を荒らし回ってくれ。そしてもう一度ハゲ散らかしてでも食い散らかせることを世間に見せてやるんだよ。ここでいく、ふさふさに負けるな一茶ここにあり。エンサおいロボットじゃないよ。いけじゃないんだよ。いけいっさ食い散らかしてこいのすごいね、本当にいっさくんはね、いっさくんと日野翔平さんとね、本当ね、あの辺の人たち、あとはまあ、ロンブラズさんぐらいですかね、はい、結構、ね、俺らでもね、いろいろ知ってるっていうかね、はいはい、いや、すごいなんだね、もう一枚いこうか。ラジオネームワクワク短パン小僧。有吉さん、八頭身ブスこと七尾ちゃんがツイッターでアンチユーザーを一括した後こんなこと言ってやがりました。便乗して不快なツイートするやつをひたすらスルーするというツンデレ。ド S の私にはツイッターってやっぱ楽しい。いろんな皆さんありがとう。おいバカ、お前がやってることは SM プレイじゃなくてただのバカとバカのしょうもない喧嘩。有吉さんと共演した際、有吉さんに女王様が似合う芸能人とか言われて浮かれてんだろうけど、有吉さんが言いたかったのはデリヘル呼んでお前だったら万歳レベルってこと。そんなに SM 語りたいんなら俺を家に呼んで童貞奪え。マゾヒストなくしてサディストあらず、サディストたるもの賢者であれ、胸に刻んで明日に備えなという。童貞だろお前。童貞が S だ M だ言ってんじゃねえよ。D だからお前。D。一旦ブレイク。Stay night dreamer live on air。さあ、リュウシュウキさん、寝ないとドリームあっという間に1時間経過しようとしておりますけどもね、1枚メール来ておりますね。ラジオでロボコップ福島 FM。 僕はどうしても牛タンが食べたいときは、うん、薄切りの牛タンだと思い込み、薄切りハムをレモン汁につけて食べています。今ではハムサンドやハムサラダでも牛タンだと勝手に思い込んでしまい、テンションが上がってしまいます。こういうなんか、プリンに醤油かけたらウニみたいだねとかね、はいはい、そういうちょっとあの貧乏くさいことしたくないですよ僕。やっぱボロは着てても心は錦っていうね、ちょっとそんな惨めったらしいことしたくない、はい、はっきり、はい、ウニ食いたい時にプリンに醤油かけて食うような、はい、もうくせこい貧乏くせまねしない。俺はもう腐ったウニでもいいから食うね、ウニを。ウニが食いたいなら腐っててもウニ食うよ俺は。はい、なんかキュウリに蜂蜜かけたら、なんだっけ、メロンになる。メロンになるとかね。そんな惨めったらしいことしないよ、俺は。俺はもうそんなもんね、大金持ちのね、パリス・ヒルトンが飼ってるね、カブトムシが食ってるメロンをね、カブトムシ殺してでも食うよ、メロンを。俺はそういう男だよ。いや、構わないと思う。いいと思います。こんなことだしね。安田さんみたいに卵ボールにマヨネーズかけてな、あピザだっていう。やりませんけどね。全然言ってないですよ。卵ボール。卵ボールレシピなんてダメだよ、そんなの。本出しても売れないよ。卵ボールにお醤油かけたらお豆腐だよ、なんつって。売れません、売れません、そんな。クックパッドに出してみようかな。無理無理。クックパッドとか言うな、ジジイが。なんでだよ。言うな、二度と、お前みたいなもんが。見てんだよ、クックパッド。インスタグラム。インスタグラム。言うな、インスタグラムとか。なんでインスタ、インスタでしょ、ジジイ。ジジイって。ジジイが言っちゃいけねえの。4月からのアシスタントどうしましょうね。そうですよね。まあ問題ですけども、いろいろと。組み合わせとかもなるし、別にコンビで出てもらっても構わないですし、新しい人も出てもいいですしね、別に、ね、そうかそうか。
ただ決まってるのは金清と滝沢と内藤がまあねレッドカードっていう。滝沢もそろそろ復活か。そうじゃないですか。滝沢なんか全然、まあ、特に出したいと別に思わないんで、ね、ああまあまあそうですか。どうしましょうね。いやまあだからそのねこの今月中にちょっと決めれば、うん、いいと思います。お前もそろそろもう不法滞在終わりだなじゃあな。まあそうですね、今月いっぱい。さあ、一部の地域の方、この時間で。なんちゅう締め方なんだよ。ございます。この後も聞ける方、引き続きお願いしますね。お相手は有吉弘行と。デンジャラス安田でした。ということで2016年3月13日日曜日時刻夜9時を回りました。改めましてこんばんは、有吉弘行です。今夜のアシスタントはデンジャラス安田です。なんかあったかくなったなと思ったらまた寒くなったりね。はい、どうなってんすか本当に。いい感じください本当に。毎年毎年こんなことやってんでしょうけど、はい、毎年忘れるね気温のことね。あ、まあそうですね。この季節こんな気温だっけって毎年思わない。思います。40年以上思います。バカなんだよね俺らね多分ね。めちゃくちゃ頭悪いんでしょうね。何着てっていいか分かんないみたいなね。だって40年以上そんなことやってんだよ。そうですね。まだ覚えないんだから、3月13日はこれぐらいの気温だなって大体分かるでしょ、うん、バカなんだろうね。いつからだっけあったかいの。毎年思いますもんね。思います。確かにめちゃめちゃ頭悪いんだろうなと思いますよ、うん、安田って。安田さんね。あもうどっちを否定していいか分かんなくなっちゃう。なんかね、はい、あれですって、先週ほらツイッターで誰か、まあ、結局誰かがツイッターですぐそういう人多いじゃん。あの人がこう言ってましたよ。はい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 。なんか変なメッセンジャー気取りのクソ野郎のせいでさ、チャランポランタンさんでしたっけね。はいはいはい。チャランポランタンさんにほら曲作ってくださいっていうのをこの番組のね、はい、ツイッターでね、はい、届けるクソみたいなメッセンジャーがいるわけですけども、はいはいはい、まあ、そのおかげでほらわざわざね、はい、いいですよやってあげますよとかありがとうねとかやってくれて、なんかちょっとツイッター上でまたマネージャーさんの方から画像送られてきてね、はい、ちょっと有吉さんの歌作りましたみたいなのでやってくれてんだけど、はいはいはい、単純にチャランポランタの2人がねウィキペディアで調べた情報でね、俺のウィキペディアで調べた情報でさ、はいはい、曲作ってくれてんの。俺の曲ね、有吉さんのっていうのね、はい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 、で途中まで、はい、ツイッター上でアップしてて、はい、まあ、後半から聞きたかったらまたちょっと今度生でお聞かせ、はい、しますんで、はいはいはい、ご検討くださりな、はい、だったらね、はい、まあ、このラジオとかでね、まあ、またゲスト来ていただいてとかね、いろんなこともあるじゃない。その今後、まあ、僕の歌じゃなくてこの番組のね、はい、歌をまたちょっとウィキペディアで調べていただいて作っていただいたらなとかさ、はいはい、いうふうな、まあ、いろんななんていうの展開っていうんですか、はいはいはい、今も考えてたりとかね、はい、まあ、僕が考えてたらしょうがない。そうだね、高井さんの辻君、ごめんなさい、ルシファー高井ですね。ルシファー高井さんのやっぱりとか、ハリウッドね、ハリウッド辻師匠とかがまあね、やってくださることでもある、はい、みんなでやっていかなきゃいけないとか、はい、めんどくさいこととかもいろいろ乗り越えてね。そうですね、いろいろありますから、ね、うん、で、まあ、でもリスナーのね、やっぱ僕らのやっぱこの番組のやっぱり主役はゲスナーですから、うん、だと思ってますから、うん、リスナーっていうのは面白くない人もいっぱいいますよ、うん、リスナーっていうのはめちゃめちゃ面白くない人もいますよ、はいはい、このラジオのリスナーに関しては面白くない人もいっぱいいますけど、はいはい、ゲスナーって呼ばれてる人たちに関しては結構やっぱ面白い人たち多いですから、そうですよね、ちょっと相談もしなきゃいけないんですけど、まあ、ラジオネーム三平さん、まあ、この人なんかよく送ってくださってくる常連の、まあ、ね、ゲスナーの方ですけどね、はいはい、有吉軍曹、ツイッターでチャランポランタンとかいうションベンクセイ姉妹ユニットの歌を拝聴しましたが、あれはサンドルのテーマ曲などではなく軍曹を愚弄した小歌です。とりあえずマネージャーが出しゃばりすぎて鬱陶しいので鉄拳制裁&イエローカードをお願いします。軍曹万歳って。やめろ。なんで突然イエローだって。鉄拳制裁を行わなきゃいけないんだ。
ラジオネーム岩本。この人はあんま知らないですけどね、送ってくれてます。軍人ロックスターへのレクイエムを提供してくれたチャランポランタン、こいつら匂いますね。私仕事で大変恐縮ですが、5年ほど前不良の先輩にチャリをタダでもらったんですよ。でもそのチャリ改造が半端なくて、結果的に他の不良から目をつけられボコボコにされました。ただより高いものはない。超人気番組サンドリとパイプを作りたいというマネージャーの思惑がひしひし伝わってきてるので、お気をつけください。でもゲスナーはエッチなことをしてくれるなら何でも OK だよーんって。なるほどね。まあこういうなんかあんまりこういう話好きやねん、陰謀論みたいな。あ、はいはいはい、やらせとか、はいはいはい、すぐいい簡単に言いたがるんじゃねえよバカっていう感じですね。簡単な言葉を罵倒に、簡単な言葉あんま使わない方がいいよ、ダサいから。ラジオで言わり、はい、こうやってこうリスナーに、このリスナー逃げていくんだよ、ね。でも構わない。でも残ったのが研ぎ澄まされちゃって。もうすごいんだもん。めちゃめちゃ切れる斧みたいな。ね。ラジオに言わり。これってチャランポランタがゲストに来る流れだな。ゲスナってゲスト嫌いなんだよな。いつもと雰囲気変わっちゃうしな。コーナーもなくなるしな。そんなぐらいで誰かフェラチオしてくんねえかな。バカかよ。まあね、このラジオはまあね、普通のラジオに比べて随分少ないですからね、うん、ゲストがね、まあゲスト来てもらってもね、またいろいろ迷惑かかりますからね。また長期の交渉をしていきましょう。はい、僕があのツイッター上でマネージャーさんとやり取り、はい、なんで俺マネージャーさんとツイッター上でやり取りをしてるんだよ。チャランポランタンさんじゃないんだよ、はい、チャランポランタンさんのマネージャーさんと俺がやり取りしてるんだよ。してんだ。でもなんか結構なんかいい歌いっぱい作ってくれそうよ。へえ、そうなんだ。すごく、あ、まあね、早かったですもんね、動きがね。めちゃめちゃ早いですよ。忙しいね、プロですからね、やっぱすごいなと。僕のラップに比べたら全然番組後半で聞けますか、ね、小声ラップですよ、ね、小声ラップってなんだ、意外にめちゃめちゃすごいから声量。そうですか。 Day Night Dreamer Live On Air Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage www.jfn.jp/dreamer。 さあ今夜のメールテーマは明日のホワイトデーにちなんでお返ししたいことで募集もしておりますけれども、まあ何でも大丈夫でございますので、はい、送ってくださいね、はい。ラジオネーム走り熊、福島 FM、うん、安田さんへ、ほう、卵ボーロレシピですが、うん、ご飯の上に卵ボーロを乗せて、うん、わさび醤油を垂らすと、うん、いくら丼になりますよ。マジ？いやマジ聞くんじゃねえよ。やったことねえよ。お前そんなことやってんじゃねえよ。やってねえっつってんだよ。やってみようと思う、口のど乾きそうだわそれ。またまた。またまたじゃないんだよ。やらないよ。この前さ、この前っていうか俺何日か前にさ、ほらあのインチキクソ女捕まったじゃん、あのインチキクソ女医者、ああ脇坂、脇坂、はいはいはい、あいつ、はい、バカ。すごい顔でしたよね、あれ、あいつ素顔みたいなね。それは言わないで、それは女性ってそういうもんだから。それは失礼。急にこれやばいから顔隠し始めたの。かわいそうです、ね、それはね、ちょっとそれは女性に失礼。急にあのセビライト、すみません、それはダメ、はい、すっぴんとメイクの状態が全然違うよねっていう悪口は絶対にダメね。謝りますよ、俺はダメだな。これは失礼、奥さんにも怒られる。素顔、今日怒られるよ奥さんに絶対。素顔が素敵ですよ、素顔が素敵ですよなんて言われる。あの化粧してる状態が素敵でいいんだから、ね、素顔が素敵なんて褒められて喜ぶ女性って意外と少ないんだよ。そうですか。これはちょっとおしゃうすき兄弟にそうそういう男をぶち殺すっていう映画撮りてえな。おしゃうすき兄弟と。どっち寄りなんだよ。どっち寄りなんだよ、お前結局。それがどうしたのよ、その、脇坂容疑者がどうしたんですか。脇坂容疑者。あのバカ、あのバカって言ってたじゃないですか。いいよ、もうあのバカで。
続いて有吉のそれわかる、はい、誰にどんないじめられ方をされたいのか有吉さんがわかるかわからないで判定していきます。バカバカなことしてんねあれね。まあねそうですね、バカないですね本当。まあいいかもうちょっとやめとこう。いやまあなんかさ、はいはい、いやそれはねみんな昔から言うのは先生って名のつく商売の人たちはやっぱりストレスがたまること多いから、はあ、あのやっぱお酒飲んだりとか、うん、やっぱり風俗店とかでもね、うん、結構あの派手な遊び方とかプレイをするって言うよ風俗場の人とかね、はあはあ、飲み屋の人とかが、はあ、先生ってつく人たちいつもねこうすごいじゃないですか押さえつけられて、うんはい、ちゃんとしなきゃちゃんとしなきゃだから、うん、そういう時は派手になっちゃうっていう話よく聞くけどさね、あの脇坂みたいなバカじゃない飲み方じゃないけどさ、うん、この前もなんか一人で俺飲んでたのおとなしく飯食いやがら、うん、さ結構お医者さんの集団いてさ、うん、結構めちゃめちゃ酔っ払って酒飲んでんのよ、ねうん、もう大騒ぎよ、うん、だからそれあれさ言っていいのそんなことってをよく喋ってるよでっけえ声でさ、うん、あれだなあのなんか貧乳のみたいなそういや先生みたいなそれいいのもっと金あんだったらお前ら個室でそれやれよっていうさあまあそうですね俺みたいな探偵業の人間が飲んでるところでよくそんな大声でそんなこと話すなと思ってさいやそりゃストレスたまるだろうけどねそんなお金が先生先生ってお金あるんだからその個室で飲んでないだろ俺みたいな新宿ザメみたいな探偵がこう飲んでるところでちょっとからさいや嫌だなってそんなまたニュースの後だったからなるほどなるほどラジオネーム、はい、弟子の正彦、うん、テイラースウィフトにおしっこを限界まで我慢してもらうそして滝のようなおしっこを頭から浴びて修行したい分かるに決まってんだろお前なお前こんなお前大トロ美味しいでしょみたいなのと一緒だろお前バカお前なんでこれお前職人の腕でもなんでもねえだろお前これ素材がそもそもお前うめえんだからお前バカじゃないのかお前テイラースウィフトと大トロはマグロは一緒ってこと大トロと一緒ってことですねあげとくよパンラジオネーム犬まんじゅうなるべく急いで芸人になりカトパンがフジテレビを退社した直後にアメトークに出演し僕たちはカトパンとセックスしたい芸人ですと胸を張って言いゲストの平愛理ちゃんにオープニングから軽蔑の目で見られたいああなるほどなラジオネームポこれ俺はそんなヤバなこと絶対ないからね、うん、急いで芸人になりつって芸人なめるんじゃねえぞなんてヤバなことすぐなれますからラジオネームポンプ屋のポン、はい、パフュームの3人に首腕足の4の字固めを同時にかけられたい、うん、それはわかるわなそりゃそうだわかるラジオネーム流す得意の助走をして名古屋ウィメンズマラソンに出場することにした俺しかしスタート地点で大勢の女性に囲まれている興奮からいきなり射精してしまうまさかのハプニングそれでもなおギンギンに立ったペニスをバレないよう股の間に挟みながら走り出しなんとか先頭集団に食らいつくそしてその変わった走り方で注目され解説の増田明美さんにこの選手は早漏保険無職のくせに週2でピンサロに通ってるんですけど母親思いのいい子なんですよねと事前に調べ上げた細かい情報をお茶の間に届けられたい捕まってお前だろじゃあもう調べついてんじゃねえかお前面白いねあげとくか調べますね増田明さんは調べますすごいですからめちゃあの人とあの人付き合ってるんですよね言っちゃうの言っちゃうのすごいあの人ね、ラジオネームおまっとさんでした有村架純ちゃんに俺のチンコがファミコンのカセットに見える催眠術をかけると架純ちゃんは俺のチンコをもぎ取りファミコンに挿入したそしてプレイしようとするが画面が真っ暗のままかすみちゃんは
ファミコンからチンコを抜き取り、チンコに思いっきり息をかけ、その時チンカスを取ってほしい。やってたけど、埃を飛ばすってやつね。ファミコンに活躍して、もっとじゃあいい催眠術あるだろう。美味しい食べ物に見える催眠術の方がいいだろう。そっちの方がいいでしょうね。そういうところが間が抜けてて、でも可愛いな。可愛いんだ。本当の悪じゃないから。許せちゃうよね。ラジオネーム三平。服を着せられているトイプードルを見て、これだとひらめいたので、自分のおちんちんと金玉に可愛い服を着せて街を散歩していると、ファッション評論家の植松とかいうお姉に、ちょっとあなたズバ抜けたセンスしてるわね、取材させてちょうだいと言われて、薄暗い地下室へ連行され、チンコニットの寸法を測られたり、金玉タイツの素材を調べられたりしているうちに、辛抱たまらなくなり、植松の手の中で爆発的な果て方をしたい。わかるけど、わかるの、これわかるの。まあ、俺のパキスタンの事件はそんなんだったよ。パキスタンでそんなことがあったんですか。そうね、まあ多くは語られません、語りませんけどね。ラジオネーム電池2個。村の掟で橋田須賀子に食べられることになった俺は、やっぱりどうしても行きたくなり、橋田様にお願いです、どうか食べないでくださいと必死に懇願したが、言語の理解できない橋田様に思いが届くはずもなく、ただよだれを垂らしてこっちを見ているだけだった。もうこれまでか、諦めた俺はおとなしく皿の上に乗り、食べられる覚悟をした次の瞬間、待ちなさい、屋敷の中に泉ピン子の声が響き渡った。泉ピン子は、先生目を覚まして、元の優しい先生に戻ってよ、涙ながらに訴えたが、橋田須賀子は言語が理解できないので、そのまま体をバギボギ食いちぎられたい。食いちぎられたいっていう興奮の仕方ないから。これで興奮しないだろうって言ったら、だからどんな興奮の仕方なんだよ。嘘つくなよ、笑わせようと思って、笑わせようと思ってんだろう。見え見えですよね、笑わせようと思って。橋田須賀子に食べられたいはないでしょ。ないですね、ないですね。もしそうだったらちょっとどっか研究所に送ってやるわ。ラジオにマザーズミルク。まんじゅう怖いの要領でセックス怖いといえば童貞を卒業できるんじゃないかとひらめいた俺は、パンツ一丁で竹井恵美ちゃんに、僕はセックス怖いと言ったところ、え、何ですか、警察呼びますよと言われですよね、すいません、照れ笑いしながら服を着て、世の中はまんじゅうのように甘くはないんだなと学びたい。うざいんだよ。うるさいんだよ。でも興奮するな。わかるわかる、うん、わかるけどな。 あげときますか、はい、パン。あれ、1日のもう1日のステッカー量超えてるから。大丈夫、そんなのはない、大丈夫、はい、ありがとう。送料は大丈夫、これは辻君が余裕の顔だった。大丈夫です、大丈夫です。当たり前だろ、寂しすぎるわ。どうしようかな。ラジオネームね、ラジオネームね、ケツ出しエッフェルト。俺はレンガを身にまとい、手には空き家と書かれた看板を持って建物になりきる。雨の日も風の日も入居者は待っていると、建物担保でおなじみのあの人が訪ねてきた。渡辺敦はお邪魔しますと言いながら俺のアナルに指を突っ込み、いやー、素敵な玄関ですね。主張しすぎない前立腺がなんとも心地よい空間を演出しています、とさすがのコメント。そしてペニスを握ると俺の耳元に口を近づけ、ヒゲでそわそわとさせながら、おー、ご立派ですね。包茎なのに包茎を感じさせないこの貫禄、しかしながら皮をかぶっているからこその温かみもしっかり持っている。なるほど、素晴らしい柱です。
と言って何気に手を上下してきたので、ちょっとそんなに褒めながらシコシコされたら、あーもうダメだ。俺は渡辺敦史の優しさに包まれながら果てたい。嘘つくなよ。ブレイスデイナイトドリーマーライブオンエア。さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお届けしております有吉弘行サンデーナイトドリーマーでございます、はい、今夜のメールテーマは明日のホワイトデーにちなんでお返ししたいことでございます。わかりました。渡辺さん ラジオネームルサンチマン、うん、FM 長野。僕のお返ししたいことですが、幼稚園に通っていた頃にうんこを漏らした俺は、当時先生だった方から白のブリーフをバレないようにこっそりいただきました。あの白のブリーフをもらった僕は先生の手のぬくもりを触れた興奮、焦りすぎでちゃんと文章書いてこいよ先生の手のぬくもりを興奮、ぬくもりに触れて興奮をして、した初めての生態系でした。あの白のブリーフはもう履いてしまったこともあって返さなくていいと言われたのですが、これでは僕の気持ちが満たされません。とっておきのティーバッグを買い占めて当時の先生に送りつけたいと思います。うん、これなんか俺も幼稚園の頃の思い出って僕はあんまほとんどないんですけどね、はあ、幼稚園の時一回ションベン漏らしてね、その時金魚鉢割ってね、俺ションベン漏らして金魚鉢、ションベン漏らしてそれバレたくないから金魚鉢割って金魚殺したことあるね。鉢がこぼれたっていうのでおしっこごまかしたことある。なるほど、それで水でめちゃめちゃゾッとして、俺もうみんな保育園ってもう3歳ぐらいからみんな行ってんだけど、俺もう1年しか行かせてもらえなかったから、親父のせこいからもうそもそも友達がいないからね、結構喋る人もいなくて怖かった。ションベンもらったとか、お人生終わったと思ったから金魚鉢バーン割ってションベンにしちゃって、あの時の金魚に謝りたいね金魚語で謝ったの今わかりました。いいな、渡辺敦史ブームが、安田さん東北自動車道 FM 栃木、うん、安田さんのためにね、うん、卵ボールの美味しい食べ方を調べようといや結構なんですけどね、卵ボール好きじゃないんですけどね、卵ボール、はい、スペース、はい、美味しい食べ方、はいはい、スペース、はい、安田で検索したら、はいはい、安田美佐子のブログが出てきて卵ボール実は大好き、ずっと食べ続けられる、舌の上で溶かしたりガリガリ噛んだり、卵ボールはすごい、考えた人ありがとうと書かれてました。安田さん参考になりましたかまさかのヒット安田美佐子が卵ボールのクソみたいなレシピ載せてたら笑うけどねご飯の上乗せてわさび醤油かけたらいくら丼になりますしょうもないな安田一派一緒にしないでください、一緒にしないでください、向こうのセリフだバカ本当にガーンじゃないんだよ本当に、分かったのかはい、違う、分かりましたすいません、分かった、分かりましたうるさいな曲まだ曲いっていいの、曲いっちゃいますか、曲いってもいいかな、いいと思うつまんないのよ、そうですよ、ね、つまんないから、いや多分そうだと思いますよ、分かった、聞いてる人は分かりました聞いてる人は、ね、絶対面白くないと思います、曲いって1曲いきましょう、この時期にぴったりでございます。 Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage www.jfn.com/dreamer Stay Night Dreamer。さあ、東京ハンドも JFN スタジオから有吉弘行とデンジャラス安田がお送りしております。あの有吉の壁っていう番組のロケ行ってきたんで、はいはい、先週ぐらい、はいはい、あれ思うけどなんかあれね、熱海って街すごいいいんだよ、強烈的なんだ、そんな映画だロケだ、バラエティのやつで、はいはいはい、マジかよっていうぐらい強力的で、協力してくれた、めちゃめちゃ好きになりますよあれそうすかまたちょっと月末ぐらいですかね、放送が、うん。またご覧になっていただければと思いますけども。
続いてはね、はい、おいでよおいでおいで村でございます。おいで村に住むあなたのプロフィールね、皆さんの生活を教えていただいております。はい、これなかなかこれ番組タイトルならないだろ、おいでよおいでおいで村って言ったらおいで一個おいだろってなるだろ、ね、ね、プロデューサーとかね。そうでしょうね。おいでよおいで村でいいんじゃないか。もう一個でいいんじゃないか、おいで村で。おいで村でいいんじゃないかってなる。いや、それでも、ま、違います。おいでよ、おいで、おいで村にしたいんですなんで理由聞くなよ五感とか感性とかだろう。そうだよね。なんでって聞く人って俺嫌いなんだ。そう。どこが面白いんですかとかさ。ああ。え、これ、どこ、笑いのポイント、どこで笑うのとかさ。ネタ見せとかでもさ、作家でさ、え、これは、何が言いたいのとか。ああ。クズかよ。お笑いってそんなもんじゃないだろう。ああ、そうですね。バカじゃない。どんな感覚でやってんだよ、とか。別に俺が実害受けたわけじゃないんで、ね、全く自由にやらせていただいておりますけど、うん、ラジオネーム川柳シャリドス誰のこと、有吉のことだと思うんですけど、ちょっとすみません、初心者にはちょっと難しいかもしれません。最初の名前のなんとかっていうのは多分有吉って呼びかけてますから、 なるほど、あんまり気にしないから。シャリドスヤンズだでもズグ出して仕事してっか、うちは村で唯一の写真屋だす。七五三から結婚式まで村人の門出の写真は全部うちで撮ってんだす。50年で溜まった全部の写真のデータはな、小学生、女子大生って具合にアルバムで仕分けててな、特に大事な女子高生のアルバムは大切に枕元さんに置いて、毎晩欠かさず保存状態確認してるんだす。卒業シーズン制服さ着た卒業式の写真はぜひうちの写真においでる。ほんじゃあばねいや、鉛中心になってる内容がめちゃめちゃないじゃないかスイングガールズの映画に出てくる女の子たちダズーっていうね、あ、そうなんですか、可愛いね、あの子たち、どこの人か知らないですけど、ね、地域はね、うん、ちょっとあれですけど、ラジオネーム幸せくん、おーいマラヨシさん安田俺は生で体壊してねえか、オラはおいで村の自治体でふるさとの納税を管理してるもんだ。おいで村の特産品はすごいんだ。村一番の美女たちに協力してもらって作った飲みかけのおいで村ジュースとか、ボロボロになるまで履いたおいで村パンティ、使い古しのおいで村歯ブラシとかいろいろ揃えてんだ。中でも人気なのはな、陰毛をかき集めて作ったおいで村筆だぞ。毛の部分が縮れてるからものすげえかけにくいんだけど、どんどん発注が来るんだ。マラヨシさんも欲しいと思うから、特注の切り箱に入れて送っとくな、まだな。鉛に任せてひどいことばっかり言ってる。ラジオネームミスター納豆丸。有吉村長わて、おいで村の交番で巡査をやってるものでごわす。わてらは交番ではお通し物を預かっておるんでごわすが。最近おなごのパンティが落とし物にあるか尋ねてくる村人が多いんでごわす。決まってそいつらは裸でチンポコが上を向いとるでごわす。チンポコの皮は向いてないでごわすがな。ほんで裸なもんだから毎回逮捕しなきゃいけないけ大変でごわす。なんとか村長が村人に裸で交番に来るのはやめてもらおうよ言ってもらいたいでごわす。よろしくお願いごわす。いや、黙り強すぎて内容入ってこないよ。しょうがないけどね。みんな黙ってんだから。ラジオネーム 54%。有吉さん黙ってないね。村で文房具屋をやってるよ。全然売れないから、店の商品を順番にアナルに入れて時間潰してるよ。何してんのね。はじめはペンしか入れなかったんだけど、今は筆箱まで入るようになったんだ。布の筆箱なら中身を変えれば、入れた時の感触が変わって一生遊べるよ。有吉さんも、筆箱買いに、ぜひ来てね。待ってるよ。都会から来た人だからちょっとおしゃれでやってるからね。都会からの村に移住してって。そうなんだ。ラジオネームタイガーパーカット。おーい
フェルナンドス。めちゃくちゃじゃねえよ。オラは村で包茎手術専門の医者やっとるもんだけどよ。手術方法は昔ながらのやり方でよ。皮引っ張ってハサミでチョキン。仕上げに口に含んだ酒ぶっかけてよしだわ。安田もどうせ包茎だろうからうちの病院来たら特別に多めにカットしてやっからよ。あと副業で切り取ったチンコの皮カラッと高温の油で揚げた皮の代わり揚げ直売しとるよ。ご当地 B 級グルメとして注目浴びとるでさ、一遍食べてちょうだいよ。待っとるぞ。よかったね。よかったでしょ。カラッと揚げて、カラッと揚げてくれるんですね。うん、以上、おいでおいでおいで村でした。はい。続いて、だよなだよなだよなで締めれば何でも OK です、うん。明日もカレーライス。ハリウッド映画に出てくる刑務所ってなんか楽しそうなんだよな。まあ、わかるね。厳しいけどね。うん、バスケットボールしたりとかね、うん。日本の刑務所よりはなんか、結構自由な雰囲気だなって感じ。そうですね、確かにしますよね。はい、いろんなもんがある感じ。だけどそれこそプリズンブレイクとか見てたらもうすぐ殺されたりするから怖いけどね。無法地帯な感じがしますから。安田さんだったら俺一番に殺すけど。なんでよ。なんで俺を最初に殺すの。俺以外に違うやついるだろう。俺じゃなくてもいいだろう。ラッパーザキマチョ、うん、名前知らないけど、あれこれ先週も読んだよ。これ先週読んだの。まあいいや。名前知らないけど、近所のスーパーやコンビニ、風俗でよく会うあいつに、シンパシー感じてるんだよな。これはい。すいません。ラジオネーム、マッチウレンの少年。川谷絵音の、好きで黙ってたわけじゃないっていうセリフ、本当に言いたいのは石坂浩二なんだよな。編集の都合ですけどね。ラジオネーム地獄、情報時代の茶番人。せめて地獄では友達作りたいんだよな。作れるかな。友達いない地獄が続くかもな。厳しいね。厳しいな。ラジオネーム不要義務。リベンジポルノをする素材がないんだよな。そんなことしなくていい。一生。ラジオネームオナニーニョ現象。女子校の下水、俺だったら金出して買うんだよな。これ下水を舐めてるよね。下水ってのはそれだけじゃないから、下水に行くまでのものを手に入れないと。行くまでのもの、下水行っちゃうともうアウトだから。ほらもう、はい、絶対ダメ、うん、下水に落ちる寸前のものを救わないと。おー、それ下水に落ちたら汚れちゃってるから。落ちたらもう下水なんて、下水舐めるなよ、はい、お前、まあね、ネズミ死んでるしよ、はい、ゴミながら虫いるんだから。関係ないものがね、いろいろ不純物がもう多すぎる、あれは。そこに落ちてくる女性のものも不純物だと思うんですけどね。おいおい。何言ってんだお前。ま、物の価値がわからない人ってのはそういうもんだよね。めちゃくちゃね、アメリカにとって大事なデータでも安田さんにとっては何でもないことだもんね。そうですね。CIA の情報が入ってたってね、安田さんにとっては別に何でもないもんね。すげえダメな鑑定士みたいに思われちゃってたもう。まあ、その人も、その人にとっても大事なもんかどうかだからね。安田さんにとってその女子高生たちのそういうね、そういうものは不純物なんだね。まあどうですかね、うん、損するぞ。損するぞじゃないんだよ。一旦ブレイク。スネイナイツドリーマーライブオンエア。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer. さあ引き続きだよなをね、はい、少しやりますか。はい、ラジオネームカッコ閉じる、うん。泣ける青春映画っていうフレーズは抜ける手こき総集編っていうのと同じぐらいダサいんだよな。まあな、
どっちも見ちゃうかな意外と抜けどのくらい抜けるのかって。そうだね、はい、ラジオの妖怪きなこじじ、どうせ捨てるならくださいってお願いしても誰もしょんべんくれないんだよな最初出す側も価値を分かってるからね、自分のその出すしょんべんの価値を、はい、安田さんは分かんないだろうけどな。ああそうですね、安田さんのしょんべん価値ゼロだからいやだろうと思いますよ、金になるぞみたいな顔してたけど、いやいやいやそれ価値ないから、安田さんのしょんべん全然ダメだから。そうでしょうねバカだな、なんかちょっと悔しくなってきたねラジオネームマラダギン、はい、マラダギン、前田銀ならぬマラダギン、ね、はい、シャラポワは身長188センチと知ってからうまく抜けないんだよな甘いね、そだからいいんじゃんバカかよ、188だからいいんじゃん、もうガリバー滞在期だからこんなもんは、はい、オラが村にガリバーがやってきたぞ、だから価値分かってない、価値分かってない、これバカだな、価値分かってないじゃない、分かってない、これバカだなバカラジオネーム、そしてまた桐谷美玲のアナルってきっと綺麗なんだよなそんなことないかな、わかんないけどな、うん、以上、はい、コーナーね多くなってきましたし、いろいろあのいろいろ手こ入れ、あの入れ替えいろいろしてますんで、はい、今日コーナー一つ終わります、最終回、話したくない最終回でございます、はい、もう送ってこないでください、二度とありがとう、今までありがとうございました。ラジオネーム超重ギガジャクソン、うん、アンジェラアキさん、髪がないからってメガネでケツ拭いてますよね、悲しくはない、そんなわけねえだろ昔の剣弁のやり方じゃねえんだから爪楊枝でみたいな。ラジオの三遊亭便楽、田中義武さん、北海道で鈴木宗男の次に嫌われてるって本当ですか、話したくはない、鈴木宗男さん人気じゃないの北海道で、まあ、でも人気だと思いますけどね、まだね、そんなイメージあるけど、はい、松山千春さんと鈴木宗男さんね、そうそうそう、人集まりますからね、うん、ラジオに満腹と稲荷、うん、翔英さん、道で見つけた綺麗な石を拾ってアナルにしまっていたら病気になりますよ、話したくはない、石が溶ける暑すぎて3月3月ラジオネームタクヨシロ、小林よしのり先生、考え方は傲慢だけどセックスの時は意外と謙虚って本当ですか、話したそんな傲慢そうじゃなさそうだけどね確かにラスト、はい、ラジオの長寿ギガジャクソン、さかなクン、マグロの口に何加えさせてるのかな、話したくはない、さかなクン魚をそういう風に見てませんか、美味しく食べるタイプですから以上、はい、話したくないでございました、皆さん今までありがとうございました、はい、ありがとうございました。続いて安田、安田さんプレゼンでございますね。ですね、先々週ですね、うん、先々週のオープニングトークで、うん、まあ、どうなののコーナーを、どうなの、うん、先々週のオープニングトークで東京マラソンを完走したらプロポーズするっていう芸人さんに対して、うん、どうなのってまあ言ってたじゃないですか、ね、石橋貴明さんみたいじゃない、どうなのいやいや、そんな言い方してないですよ本当で、まあ、ゲスナーが普段を持ってるどうなのっていうのを募集しようじゃないかと、うん、どうなってんの、まあ、そっちでもいいですよ全然、はい、どうなの、はいはい、どうなってるの、そっちでしょ、じゃあ例題です、うん、お前が雨男だから雨降ってんじゃねえか、ほら俺が晴れ男だから晴れたでしょ、どうなのとかですね、うん、俺が本命にするとゴールドシップ負けるんだよ、どうなの、この IQ テスト解ける？俺解けたから IQ200 以上だって、どうなの？うん、というですね。まあどうなのか、ね、はい。マーティーの法則みたいなね、昔でね。まあそうですね。そうマーティーだっけあれ、ね。まあまあ、まあ、マーフィー、ね、マーフィーの法則みたいなあったね。はい。そんなんのやつね。うん、なんかと入れ替えてもいいけどね、別にね。
あ、そうですか。まあ別に、まあそれやってみようだから来週。あ、ありがとうございます。別に褒めてないよ。え？あ、まあやってみてもいいけど、ね、めちゃめちゃ金持ちが、あ、やってみろ店一軒っていうぐらいの感じ。あ、そうですか。いや、でもやらして。あ、いいよ、駄菓子屋だろ。あ、10万だろ。あ、やってみろ。ぐらいの感じ。いやでもこうやらせていただく立場からするとすごいなんかありがたいなっていうめちゃめちゃ屈辱的な顔してるそんなことないですよ本当そんなことないですよ、はいはい、あとは、はい、それね、はい、それだからちょっと来週どうなの、はい、と思うものを、はい、書いてもらうわけね、はい、そうですね、はいはいはい、であとは残ってんのが今あれねその文章に一言添えてってやつね、はいはい、あれでも難しいね結構多分レベルが難しいと思うあそうですか、うん、どういやでもまあ聞いた感じですごい面白かったですけどね、うん、そうじゃあもうちょっとやるけど、はい、あとヒップホッパーのヒップホッパー小声ラップでしょ小声ラップって何めちゃめちゃ大声ラップ大声ラッパーによる稲妻ラップだよそうですか稲妻ラップ稲妻ラップ木村健吾みたいな稲妻ラップレグラリアートみたいな言い方ですけどなるけどどうしようかね、はい、もう4月からはもうちょっとやっぱり新コーナーで行きたいからね、はい、そうですね、うん、まあヒップホッパーのコーナーもう残してもいいけどねとりあえずあれはいいですよ飽きるまであれはやった方がいいと思います本当はい本当かよ。ここエラップよ。ここエラップ。めちゃめちゃ爆音ラップ。爆音、重低音、ウーハーラップ。そうですね。ドデカ本ラップでしょ。知ってるのどんどん入れてるだけでしょ、今。またワード入れてるだけでしょ、今。音響の。もう、あれだよ、三大テノールでしょ。全然違うね、テノールだと。テノールだったらラップから離れちゃっていいじゃないですか。空気が震えて震えて窓がもう共鳴して割れそうだよ割れそうですかもうこんなことやってる場合じゃないよちっちゃいんだよ声ちっちゃいんだよな俺の時だけとりあえずじゃあヒップホッパーやりますかねじゃあヒップホッパーもじゃあレギュラーで昇格させて、はいはい、じゃあその文章に一言添えてとさっきのそのどうなのどうなのを、うんはい、ふるいにかけましょうか。わかりました。一回ね。わかりました、はい。はい。さあ、ということで、一旦ブレイク。Day, night, dreamer. Live, on air. もうね、そろそろ別れの時間なんですけど、コーナーとかちょっといろいろね、はい、やめたり始まったり、はい、まだ検討中だったり、いろいろごちゃごちゃしますんで、そういう人は、ぜひホームページご覧ください。あ、そうですね。書いてあると思います。はい、ぜひお願いいたします。書いてなかった場合はまたお叱りいただければ、はい、私がお尻の穴を大きく開いて皆様にお見せすることでお詫びになればいいなと思っております。どこで見てるの？お、わかりました。どこで見てるの？渡辺さん。渡辺さん見せないでください。私が。アナルをお見せしますわかりました何も言ってないですけど何もよろしくお願いしますって言ってないですけど渡辺さんわかりましたはいじゃあお願いします、はい、イジリーさんの渡辺敦さんのモノマネ一番面白いよね面白いですね面白いね第一印象だとさあだからちょっとコーナーのことはねあのホームページご覧いただければなと思っておりますけれども、はい、さあ今日ね、うんあれですね若槻千夏大社長から、はあ、いただいておりますマグカップを、お配りするというねその日一番良かったメールにね今日はなし今日なしほら今日はちょっと俺がね、集中してなかったからあそうっすか こっちのあちょっと安田さんいじめたりすることにちょっと力が入りすぎて今日パン前半パン出してたのに後半パン出すのも忘れてたあそうでしたねそういえばこういうことありますけどね面白い人ごめんなさいね今日ちょっと忘れてしまいましたのでね、はい、今日はなし今日なし、まあ、こんな日もあるということですね、はいはい、また来週から頑張ってください、はい、じゃんじゃん出したら2個出る可能性もありますよあそんな日もあるんですかありますありますあらこれありがたいえちょっとなんか嫌なこんなことでリスナーが増えるようには思えないけど何かプレゼントしまーすって増えるような番組じゃねえってこの番組で毎週フルにかけてるでしょ毎週リスナーをフルにかけてるでしょ聞く人を選びすぎだろうラジオネーム台所生まれ冷蔵庫育ち FM 宮崎渡辺敦さん質問です今まで見たアナル誰のアナルが一番良かったですかそうですねウシジマ投手です見たのウシジマ投手の見たのわかりました
ラジオネームタクヨシロ FM 長野。安田の餌子と卵ボールでレシピ考えたぞ。ハンバーガーのパテの代わりに卵ボール、ほうれん草のおひたし、牛脂をたっぷり挟んだ特製デンジャラスワッパーだ。安田、デンジャラスワッパー食って、ワッパーワッパーワッパー。お前さ、それワード揃えただけだろ。俺をいじるワードを揃えただけだろ。さあ、ということで、今週終わり。また来週もぜひ聞いてください。はい、お相手有吉弘行と。デンジャラスの安田でした。今日もすいません。